これどうでしょうか。これ名板ですね、名板。鉄道の車両の貼り付けてある名板なんですけど、この辺はあんま価値ないね。この辺も価値ないけど、この辺はどうでしょうか。これは価値あるな。これもまあまあ価値あるけど、程度が悪いけど。実は最近なんですけど、銘板を集め始めて、一回切ります。これも、お客さんから1万7000円で買ってきたんですけど、1万7000円。ここに1枚で、ここにしまった。これは価値ないな、あんまな。これはちょっとあんま価値がなくて、2000円だったんですけど、売っちゃおうかな。これはあんま集めてないんだよな。どうしようかな。こう、機関銃のベルト。これも、そっちのは1万ぐらいで買ったんですけど、これは、手つくずから出たから持ってきたやつ。これですね、機関銃のベルト。出すのめんどくせえな。いや、こういうお宝が2階の倉庫にぎっちり上がってんですよ。何十箱と上がってんです。で、これらのやつは俺が定年退職したらもう全部オークションで売っちゃう予定なんですけど、これなんてすごいでしょ。これ戦車の機関銃を手入れする工具一式入ってるんです。これ10万ぐらいします。オークションで10万以上します。今ではもう絶対手に入んないでしょ。手入れ箱っていうんですけど、あと見捨てたいのはいっぱいあるけど、奥さんには俺が死ぬ前に全部価値が分かんないからオークションで売ってくれって言われてんですけど、こういう銘板あったら鉄道関連のサボでもいいんですけど、サボとかとにかく何でも鉄道関連のやつなら何でも買い取りしますっていうのは、大体これ、相場ってあるんですよね。市場取引価格っていうのが。その、相場よりも高くは絶対買えないけど、相場の、ちょい下よりは、買える。その単価では。大体10年まで遡れば、この商品はいくらからいくらの間で取引されてるっていうのがわかるから、ずーっと。逆に一点物とかはわかんないですよね。オークションとかで回ってないようなやつとかはわかんない、単価が。買えない。ちょっと怖くて買えないけど。こういう、わかりやすいよね。こう、年式とか、こういうのはわかりやすい。からもし、そういうの、集めてたけどいらなくなったとか、これを自分実は、投資目的で買ってんですよね。投資っていうのは、これは、価値が下がるってことはないと思う。こういう集めてる人がいるやつは
なかなか価値は下がらないですよね。かといって上がるっていうのも、それはもうな、50年、100年持ってれば上がるかもしれないけど、もう自分45なので、もうこの先、手放すまで4、あと4、2、30年だから、その間に価値上がるかって言われると、ちょっとわかんないですけど、なんか持ってるだけでワクワクしますよね。これ邪魔になってるから2階に上げちゃおうかなと思ってるんですよね、これは。この辺に飾っちゃってもいいけど、重いんですこれ。なんかフックでもつけて引っ掛けとくか、その辺に。いらんな。どうしよう、引っ掛けとくか。ってことで、もし鉄道関連、戦争関連の商品あったら、俺現物持ってきたり、写真見せ、写真では分かんないんだよな、程度によってピンキリだしね。だから一番いいのは現物見るのが一番いいんですけど、ということですね。以上。